もともとこの大宇宙はね、もともと存在していたんだと。もとより神様が作ろうが作らないで、もともとこの大宇宙は存在していたんだと。それで我々の生命もね、縁のようにね、生まれては死にを繰り返してね、別に神が作ったわけでもないと。すべては自業自得で、自分の蒔いた種まきによって今の運命が起きることをね、分かりやすくね、仏教では解き明かされています。仏教なので神とか仏という言葉は使いますよね。使いますけどね、意味合いが違いますね。あの仏教でね、神ということが出てくるのはこれは方便なんですね。お経を読むとたくさんね、この神と出てきますけどね、これは実はね、仏教で言われる神はね、元インドにあった神です。シバ神とかね、梵天大社とかたくさん出てきますが、当時インドにあった神、やっぱ当時ね、たくさんの人が神を信じておりました。シバ神とかね。でもお釈迦様はね、やんわりとね、否定せずにね、この神々をね、後で仏教をね、心を改心して仏教に帰依したとかね、いうことが説かれてまして、最初はね、歯向かってたけどね、反省して仏教を聞く人を守る神にみんな変わっていくんです。仏教を守護する、仏法を聞く人を守るような神にね、言い方を変えてね、本当はいませんよ。でもそんな言うたらみんなね、カチンときてね、仏法を聞けませんから、神様いますと。でもその神はあなたの仏法を聞くために守る神なんですよという言い方するんです。もうみんなバリバリに神を信じてますからね、そういうふうに言い方を変えたんです。じゃあ神はいないけど仏はいるんです。仏はいます。じゃあ仏と神の違いはあるんですか。いい質問ですね。はい、あるんですね。非常にいい質問してくださいましたね。じゃあ仏と神はどこが違うかといったらですね、まず仏のね、まずですね、まず神はですね、まあ、先ほど言ったんですけども、簡単に言いますと、神といったら、ね、まあイスラム教やキリスト教で言うならば、ね、神の定義は創造主、この大宇宙、人間を作ったのは神であると。創造主ね、クリエイター。そして、全知全能、オールマイティね。何でも知ってるし、何でもできる。こう、聖書に書いてますね、旧約聖書。そして、愛の神、一方、ラブもあると。これが神の定義ね。それに対して仏はですね、これとは違ってね、この仏の三不能ということが教えられます、ね。まあ、これも知っておかれてるんですね。仏さんといったらね、とかくね、仏様は何でもできると思いがちですけどね、仏様でもできないね、三つのことがあると。ここから仏について知っておかれてもいいと思うんですね。仏の三不能というのが、仏教の方に書かれています。三つあります。まあ、これ知っておかれたらどうかと思いますね。この神はですね、全知全能だから何でも知ってるし何でもできると言いますけど、こんな神がいたらね、みんな幸せになってます、ね。創造主、運命を作ったのも神。しかも愛があるならば当然みんなね、とっくに幸せになってもいいはずですね。でも実際幸せになってないのは、こういう条件を備えた神は存在しないからです。仏教では因果の道理に背いた仏様なんか存在しないと知りません。仏様をね、認めてるんですね。三つのできないことがあると。一つは、縁なき修行は無しがたし。という言葉が日本語になりますね。縁のない人はね、もう助けられないんですね。すぐにはね、因縁がないとなかなか助けがたいんです。これが一つ目のね、仏様ができないこと。無縁の修行は無しがたし。無縁の修行。無縁の修行は
ドスルとは助けることが頭はできないんです。縁のないね、人々は助けるドアを渡す、この死願から悲願に渡すね、苦しみ悩みの世界から幸せな世界へ渡すことが頭はできないんです。例えばね、私たちは仏法を聞いてみんなね、長岡京の人たちにね、聞いてもらって幸せになってほしいんです。でも実際、来ている方はね、皆さんだけなんですね。と私と縁がなければ、私は仏法をお伝えできません。やっぱり私と今ね、縁のある人しか私は仏法がお伝えできませんから。だから、仏様から言えば、仏様と縁がなかったら、助けたくてもね、因縁がないとね、話もできないし、関係が結べないとね、助けられないんです。これは昔から日本語でね、縁なき修行はどちらだし、いくらこちらが救ってあげたい気持ちがあってもね、相手が私との縁がなければ、縁があったら助けられますけど、それ関係がなかったらもう助けられない。こちら案内してもね、向こうさんがね、拒否されたらもう根性は難しいかもわからない。またあとで、ね、生まれ変わった場でご縁が結ばれるかもわかりませんけどもね、現段階においては縁がなければ、現段階では仏様も助けられないと言われます。まあ未来においてはね、やがて助けますけどね、現段階ではできないんです。これが一つ目。二つ目は、死生涯を尽くすことを表す。苦しみ悩んでる人はたくさんいますけども、一度にはですね、助けることができないんです。死生涯を尽くすことは当たす。これどういうことになりますかですね、修行界と言いますのは、修行とはこれは苦しみ悩んでる人たちの世界。たくさんね、今ね、難民でもいますね。ヨーロッパ行ったらですね、ね、何十万人と難民がいますけど、まあ救ってあげたいけど、現実ね、食料にも、ね、限りがありますし、財源も限りがありますね。全員をね、一度には助けることができない。仏様をね、救ってあげたい気持ちはあるんです。慈悲はあるんです。ね、でも、現実ね、救うためには、ね、その人と向き合って、ね、現実自分にもそういうね、お金とか能力とかいろんなものがないと、助けられません。だから、一度に苦しみ悩んでいる修行の人たちを尽くして、一度には助けられないと。まあ、時間かけてね、まず、自分とご縁のある方から、ね、優先順位はやっぱりね、今と自分と目の前の人ですね、ご縁のある方からしか救っていけません。救ってあげたい気持ちは平等の慈悲はありますけども、救う段階となったらやっぱり優先順位が残念ながら出てきます。それで一度には仏は助けることができないというのが、修行界を尽くすことを表すできませんと。で、3つ目がですね、情報を転ずることを表す。情報を転ずることを表す。これ何かと言いますとですね、定まった語、すでにその人が、ね、もう参ったら種まき、もう決まっている語ですね。例えばもう悪を作ってしまった、ね、ひどい語を作ってしまった状態を ね、じゃあその悪語を善に変えてやろうと言ってもね、難しいんです。変えるのはすごい時間かかります。もちろんやめてはしますよ。皆さんがね、悪い行いいっぱい持っててね、それを善の業にね、変えていくまで仏教では導いていくんですけどね、急にはできないんです、ね、実際悪業を作った人をね、善業に転じる、変化させることは急にはできないんです。時間かけてはやりますけども、残念ながら蒔いた種まき、つまり因果の道理は曲げられないんです。この宇宙に存在している縁起、これはもう大宇宙の真理ですから、仏様といえども、この因縁生起という因果の道理は曲げることができないことを、情報を転ずることはできないということで、この神との違いをね、明らかにしています。神は全知全能、仏教はね、できないことは3つある。しかしね、
できる力を兼ね備えたのが仏様ですけどね。それが仏教でいう知恵です。知恵をね、努力によって、修行によってどんどん蓄えて、人の業を見抜いたりね、人を幸せにする、そういうね、力を、ね、知恵をどんどん、ね吸収して、ね人格的には最高の人格者を目指していくのが仏なんですけどね。これが大きな一つの違いね。全知全能じゃなくて、こちらは限りがあると。そして、創造主は神ですけども、仏教では、ね、仏は、ね元は修行です。皆さんと同じ修行が努力して仏になった。これが仏です。だから、初めから仏はいないんです。元は、我々と同じ修行だった私たちが、コツコツ種をまいて、ね、努力していって、修行していって、仏になったんだと。だから仏は、元は人間。元は修行が、ね、悟り開いたということで、ね、神様とは全く違います。そして、この愛で言うとですね、キリストの場合の愛は、ね、可愛さがあって憎さ100倍。ね、この愛したいけどね、もしね、裏切られたら、憎しみをぶつけてね、ひどいことされます。仏教は慈悲といってね、どんだけね、責められてもね、恨まれても是して、悪で返さない、仏様はね。慈悲で、絶対あなたを見捨てませんと。ひどいことをされてもね、もうこいつ嫌いやからということで、見捨てることはしない。ただ、優先順位はありますけども、一度救おうと思ったら、どんなことがあってもする。生まれ変わってでもね、そういう人を救おうとするのが仏様です。私たち人間は、頑張って救おうとしたときにね、やや受けられたらね、根治しようと思ってね、俺がこんだけお前のためにね、やってあげてるのに、恩を感じない。あたり返されたらもう腹立ちますからね。もうお前らが地獄へ行けということで、やってしまうのが人間。この神様の会ならやってしまうんですわ。神を信じない人に対しては、ね、嫉妬の炎で殺してしまうという文章が聖書って言ってますけどね。聖書の場合の神は人間が生み出した教えですから、人間と同じような愛なんです。仏様は、ね、怒りがないですから、ね慈愛なんです。慈悲なんです。だから愛と慈愛は違います。まあ、これが大まかなね、仏と神様の違いです。じゃあ神じゃないから宿命で、全能の力はないんですよね、仏様は。全能はありません。でも、頑張れば、かなりの知恵は努力していけば身につきますけどもね。全知に近いところまでいけますけども、全能は無理ですね。知恵と慈悲があるから、うん、見抜く力みたいなのがあって、はい、我々は助けようとはされている。助けようとは慈悲はありますから、助けようとは努力されてます、仏様は。じゃあ、演技から言うと、原因ではないけども、縁ですか、仏縁ですか。やっぱり過去世からの因縁もあると思いますね。はい、やっぱり過去世からの因縁で、皆さん多分ね、過去世からね、こういう仏法を聞いてこられたと思います。我々と仏様が出会うことによって、いい結果が生まれるようなこと。そうですね。今、仏法を聞いた仏教では、宿縁といってね、過去世からそういう仏様と何回もね、こういう仏法を聞くご縁が何回もあったからこそ、今、仏法が聞けたと。お経には説かれています。袖を触れ合う多少面と言われますようにね、袖を触れるだけでも過去世でね、何らかの因縁があったから袖を触れ合ったんです。だから偶然じゃないんです。必然です。全てほとんどが必然です。必ず何らかの因縁があって、今ねばったりね、皆さんと私は巡り合ったんですね。だから必然だと思われていいですね、大体が。ただそれが分からないから偶然というんであってね、やっぱり過去世のことを仏教では説きますから、やっぱり過去世そういう因縁があったから、もう記憶ではないですけど、でも魂がやっぱりね、あらやしにそういうのがありますから、業がありますから、それでやっぱりね、巡り合いというものがあるんだと思いますね。いかがでしょうか。ここまでいいですか。では、結論は何かと言いますとですね、結局、じゃあ宿命論のね、結局は問題点があって、祝祭因説ならば、原因だけを解くけども、永久を解かないから問題だと。あと、神様の意思によって運命が
作られると言いますけどもね、先ほど言ったようにね、こういう3つの条件を兼ね備えた神はとてもね、ありえないね、文明を作ったのは神、何でも幸せにもできるし不幸にもできる、しかも幸せにしたいという愛があるのに、なぜ幸せみんななってないのか、それは何かが欠けてるからですね。理想は素晴らしいですけど、現実はね、3つの条件が揃ってないから今ね、戦争が止まない、世界には苦しんでる方がたくさんいるのは、そういう神は存在しないからなんです。いうことはね、残念ながら、ね、理論的に考えてもね、分かられると思います。でそこでこの宿命論も残念ながら真理から外れます。で最後に残ったのがやっぱりね、仏教で説かれる荒屋敷縁起、ね、特に私たちにはですね、この運命について聞きたいですね。我の運命は何によって決まるか。荒屋敷に収まっている合衆寺、今までやってきた行いが全て荒屋敷に収まる、荒屋敷に収まっている過去の種まきが縁に触れて今現実としてね、さまざまな運命を生み出しているんだというふうに教えたのは荒屋敷縁起ですね。もちろんこれ以外にもね、大宇宙の真理を説いた、まあ、北海縁起といいましてね、あの華厳経にあるもう大宇宙の真理を見事に説いた存在の縁起も説かれてますけど、皆さんそういうことを、ね、聞くよりもね、聞いてもいいですけども、一番聞きたいのは私の運命は何によって決まるか、宇宙の、ね、成り立ちの構造の真理よりもね、私の運命は何によって決まるのか、これに対して見事に答えたのが荒屋敷縁起ですから、まあ、これをね、しっかり学ぶことによって、幸せな生き方、人生が歩めますのでね、これをね、これからもしっかりとですね、聞いていただきたいなと思います。ここまでどうでしょうか。じゃあ、休憩を入れていきます。